静まる太陽。
私たち周南市文化会館でライブをします。はい、2度目ですね。2度目ですね。本当に皆さんと楽しい空間を作りたいなって思っています。この今年はですね、周南市文化会館を満員にするというのが目標なので、その目標に向かって今年は頑張っていきたいなって思っているので、皆さん今日ライブを見て少しでもいいなって思ってくださった方は、ぜひ12月5日予定を空けてライブ遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。次が4月3日の金曜日に周南市のライジングホールさんであります。このイベントは本当にライブがめちゃめちゃ楽しいので、ぜひ今日初めて見て気になってくださった方も、新規の方はなんと無料でライブ見れるので、もしよかったら来てください。お願いします。お待ちしてます。はい、今日は萌えさみということでね、この後もまだまだイベント続きますので、はい、私たちもこの後サイン会握手会をブースの方でさせていただきます。お時間ある方はぜひ楽しんで帰ってください。では皆さん、寒い中ありがとうございました。